みなさん、こんにちは。ソリーちゃんのしほです。はい、この前、ひなたちゃんのオフ会に行ってきたんですよ。で、それでですね、そこに販売していたひなたちゃんのグッズを今回は紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら。こちらはですね、ひなたちゃんのね、サイン、なんとサイン入りのファイルでございます。で、ね、こちら袋になんか2冊、ファイルって冊2枚やね。ファイルでなんと裏表で2枚入っています。開けてみたいと思います。すごくない？2枚も入ってるんだよね。かわいい、ね。うん、すごいかわいい、うん、変な開け方しちゃった。そのマスコットっていう、あ、3枚入ってる。そう、3枚入ってる。お得。やばい、2枚じゃなかった。でさ、ひなたちゃんのこの何、絵のマスコットっていうの、うん、もうよく見ると上と下でほら絵が違うの。まず下です。うん、次に上です。かわいい、かわいい。1枚目。うん、おー、かわいい。2枚目、かわいい、サイン入りで、うん、ひなたちゃんといえばひまわりだもんね。そうだよね。2枚目、かわいい。3枚目、こちらもサイン入りです。かわいいですね。ひなたちゃんね、あの本人に会ってきたんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。本当に本当に可愛かった。なんか透明感あるって感じだったよね。オーラが違ったね。うん、可愛いオーラが出てた。吸収してきた。ひなたちゃんも吸収してこなかった。なんでしてこないの？ひなたちゃんの輝きを取れなかった。魅了されちゃった。おおって。うん、うん。そうだよね。大切に使いましょう。はい、使いましょう。バッチでございます。こっちがね、ストラップ、アクリルキーホルダーっていうのかな、うん、これストラップ、うん、キーホルダーで、うん、こっちが缶バッチです。かわいい。キーホルダー開けていきたいと思います。綺麗、めちゃくちゃかわいい。うん、かわいい。よいしょ。かくね。かわいいです。あ、気づいてしまいました。後ろにサインが載っています。嘘、サインも書いてあるの。すごい。待って、近すぎてピンクが合わない。イエイ。じゃあ次に缶バッチ開けていきたいと思います。あれ？開かない。あ、変な味が出してます。ということで開けてみました。輝いております。めちゃくちゃ可愛いです。で、下にね、ひまわりとひなたちゃんが英語で書いてあります。次にハンドタオルを紹介していきます。まずピンクの方から紹介します。絶対可愛いよ。こちらです。こちらひなたちゃんが両サイドにいて、真ん中にサインが書いてあるっていう感じです。すごい可愛いね、ママ。めっちゃ可愛い。もうみんな可愛い。しほちゃんの好きなピンクだね。そうだね。めちゃくちゃ可愛いです。うん、で次もしほちゃんの好きな黄色。黄色です。こっちはですね、端っこにひなたちゃんとサインが書いてあるという感じになります。映ってるかな？もったいないけど使いたいと思います。ひなたちゃんの不快でチェキも取れるということになったので、1枚目がまずしほとひなたちゃんで撮った。緊張しすぎてね、顔がガタゴト、ガタゴト。本当にやばいよ。こんな感じです。ひなたちゃんかわいいね。すごいかわいい。ひなたちゃんね、みんなともね、すごくね、フレンドリーにね、くっついてね、ゆっくり撮ったり、すごい優しいなと思ったね。すごい優しかった。うん、はい、撮りました。こっちもリミとギューってしてくれて、本当に優しかったです。優しかったね。めちゃくちゃ可愛い。はい、ということで今回ですね、ひなたちゃんのオフ会に行ってきた時のグッズを紹介してみました。ひなたちゃんめっちゃくちゃ可愛かったです。めっちゃくちゃ可愛かったです。怖い。でも本当に可愛かったね。本当に可愛かった。本当に本当に本当に、うん、めちゃくちゃ可愛かったです。いや今のカットそれぶりっ子だから。だって怖いって言って、怖いって言われたから。それではバイバーイ。
グミ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 ペア。サンジーだおやつだ。